この物語は二人の友情のお芝居であります。それではただいまより開演です。どうや、本日は正代でまたご来場からご来館誠にありがとうございます。明日どのことでございまして、今もちょいと一仕事してきたところでございます。それではご来場いただきましたお礼に、私の下手な歌ですが一曲いきます。ドドドドロド、今日もどこかでドルをする、嬉しいな楽しいな、泥棒がうまくいきゃ仕事は取得のいい、ドド泥棒のド、ドリフと泥棒は関係ない。うるさいな、あれや、何やねん、もうなんかわけわからん歌聞こえてくるから何や。お前お前なんでそんなとこ寝てるって、お前もでかい顔して何やお前、なんかでかい何歌っとんねん、お前わしはここで寝とったんやぞ、寝とったんやのお前がそんな歌っとったらどないするんやお前、ちょっと寝かしてくれやお前。別に構わんけどな、わし今から仕事するんや。仕事、あ、そうや、それやったら何か、お前今から仕事行くんかい。そうや、それやったらちょっと頼みやんねん。はいはいはい、なわしこうみんなで見てわかるやろ、わしな金のうて仕事も乗ってここで寝とったんやな、仕事探しとんねんけど、お前仕事行くんやったらわしに仕事な混ぜてくれんかな。ああそうか、世の中不景気だからな、お前不景気や、金なんかあらへんから頼むわ。ああよしよかった、それなら、仕事混ぜてやってみる。ほんまか、わしみたいな小さい顔でもええか。ああ構わん構わん、なお前とな仕事するやったらでかい顔じゃないとあかんかな思ったら、いやいやそれは関係ねえよ。そうかそうか、それやったら構えねえけど、でどんな仕事なん。ああわしらの仕事な、まず流してとかの感じになるんだ。なになにこれ、のこれこれ何、流しているんだよ。流している、どっか良さそうなな、お棚がねえかな、こう、そーっと忍び込んで、そーっと忍び込んで、良さそうなお棚があったら、その家の中にささっと入り込む。ささっと入り込む、入り込んだらそこに蔵を見つけて抜き足、差し足、忍び足と近寄っていく。それでそこに錠前かかってるから、その錠前をちょちょいと開けて、そして蔵の扉開けて中のお宝ごっそりいただく。これが俺たち鍵よ。それお前泥棒やって。おう、それがどうして。あのな、お前、どれもなんか仕事じゃ悪いことやないか、お前。そんなんな仕事じゃ仕事言うな、ボケ、お前。わし、そんなことせんからな、お前。何言ってんねん。今もこれだけ話したよ。お前、もう仲間やからな。何を言ってんねん、お前な。仲間ちゃうわ。わしはちゃんと仕事すりゃ真面目にするんや、お前。そんな悪いことするぐらいで、わしな、ここで寝とった方がマシやわ、お前。もう話したよな、一緒に仕事するから。何がもらうか、お前みたいな悪いやつな、役に捕まえてもらうからな。お役人様、どれも。おい、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 任さしたんです。やっぱりてめえか、この野郎。